移動都市、モータルエンジンは2018年のニュージーランドアメリカ合衆国の SF アクション、冒険映画。監督はクリスチャン・リバース。出演はヒューゴ・ウィービング、ヘラ・ヒルマー、ロバート・シーハン、ジヘ、ローナン・ラフテリー、レア・ジョージ、パトリック・マラ・ハイド、スティーブン・ラングなど。フィリップ・リーブの小説、移動都市をもとに、フラン・ウォルシュ、フィリッパ・ボーエン、 ピーター・ジャクソンが脚本を執筆し、車輪が取り付けられた移動型都市同士が争う、ポストアポカリプス、スチームパンク的な世界を舞台とした物語となっている。世界を60分で崩壊させた戦争から数百年、人々は荒廃した土地に資源を求め都市を移動させながら生活していた。そんな移動都市の頂点である巨大都市ロンドンで、四学士見ライのトムは、ある日ロンドンに、 食われた小さな採掘都市から紛れ込んだ一人の女性と出会う。カッコ内は日本語吹き替え2009年12月、ニュージーランドの映画人であるピーター・ジャクソンが、フィリップ・リーブの小説、移動都市の映画化企画に着手したことが報じられた。2016年10月24日、これが長編映画監督デビューとなるクリスチャン・リバースにより、制作が始まった。脚本は、ピーター・ジャクソン。 フラン・ウォルシュ、フィリッパ・ボーエンが執筆し、メディアライツ・キャピタルとユニバーサル・スタジオ・ガシキンを調達した。撮影開始は2017年3月と予定された。2017年2月、ロバート・シーハンが主役、ローナン・ラフテリーが脇役、ヘラ・ヒルマーが女主役でキャスティングされた。2017年月、スティーブン・ラング、ジェヘ、 新人のレイアジョージといった新キャストが発表された。2017年4月、ヒューゴ・ウィービング、パトリック・マラハイド、コリン・サーモン、レジ・ジーン・ページがさらに加わった。またリチャード・アーミティジにもオファーがあったが、スケジュールの都合により断念された。主要撮影は2017年4月に、ニュージーランドのウェリントンのストーン・ストリート・スタジオで始まり、同年7月に完了した。米国では、 ユニバーサルピクチャーズ配給で2018年12月14日に公開された。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、移動としモータルエンジンは目を引く、特殊効果にはこと書か,かないが、この未来的なファンタジーを十分に映画的に、燃焼させるには廃屋な物語性の燃料が足りない。であり、八十六件の評論の内高評価はントに、 当たる48件で、平均点は10点満点中4.90点となっている。メトクリティックによれば、33件の評論のうち、高評価は5件、賛否混在は20件、低評価は8件で、平均点は100点満点中44点となっている。ありがとうございます。